2019から2020シーズンの NBA は NBA の74回目のシーズンである。レギュラーシーズンは2019年10月22日に始まり、2020年4月15日に終了予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響とルディ・ゴベアの感染を重く受け止め、2020年3月12日の オクラホマシティサンダーというタジャズの試合をもって一時中断となった。再開は7月31日にフロリダ州のディズニーワールド内施設、通称バブルにて開催された。プレイオフは同施設にて8月中旬に始まり、10月11日に終了。1月26日、コービー・ブライアント氏がヘリコプター事故にて死去したシーズンでもある。多くのチームや選手が8。 24秒バイオレーションで哀悼を捧げた。初めて八村塁と渡辺優太の二人の日本人選手対決が実現した。NBA フリーエージェントの交渉は2019年7月1日より開始され、7月6日から期限までに契約が交わされる。トレードを含めると前シーズンのオール NBA チームの6選手が移籍するという史上初のことが起きたが、その中で、 タンパリングが疑われる契約があったとして NBA が調査していることをアダム・シルバー・コミッショナーが明かした。ドラフトではザイオン・ウィリアムソンがニューオーリンズ・ペリカンズから全体1位指名を受けた。他にはジャモラント、R.J. バレット、デアンドレ・ハンター、ダリアス、ガーランド、コービー・ホワイト、タイラー・ヒーロー、マティス・サイブル、ケビン・ポーター・ジュニアなどが指名を受けた。オールスターには ゼット・ウィリアムソン一人が選ばれている。プレシーズンは2019年9月30日に始まり、10月18日に終了予定。レギュラーシーズンは2019年10月22日に始まり、2020年4月15日に終了予定。2020年3月11日に新型コロナウイルス感染症の流行のため中断された。 シーズンは7月31日からフロリダ州オーランドのウォルトディズニーワールドリゾートにて無観客で再開することとなった。全30チームではなく、現時点でプレイオフ圏内にいる東西寮カンファレンスの上位8チームと各カンファレンスの8位と6ゲーム差以内にいる22チームが争うこととなった。DR イコールディビジョン順位、CR イコールカンファレンス順位、 pct イコール勝率 z イコール全体で、ホームコートアドバンテージ、x イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージプレイオフは2020年8月17日に開始予定。ディビジョン優勝第8シード決定戦を経て、出場太字シリーズ勝利ホームコートアドバンテージコン、シーズンの特例として、レギュラーシーズン終了時点で、 各カンファレンスにおける8位と9位の間が4.0ゲーム最内となった場合、プレイイントーナメントが行われることとなった。この場合、8位のチームは先に1勝、9位のチームは2勝すれば、第8シードとしてプレイオフに出場できる。この規定により、ウエスタイカンファレンスでは、8位のトレイルブレイザーズと9位のグリズリーズとの間が4.0ゲーム最内であった。ため、 プレイントーナメントが行われた。ポートランドトレイルブレイザーズ VS メンフィスグリズリーズ一方、イースタンカンファレンスは8位と9位が4.0ゲーム差以上開いたためプレイントーナメントは行われなかった。2020年3月11日にユタジャズの27歳のセンター、ルディゴベアが新型コロナウイルスの検査の結果が陽性だったため 当面の間、2019から2020のレギュラーシーズンのすべての試合を中断することになった。当初の考えとしては、無観客試合もあったが、事実上、シーズン打ち切りの措置が取られた。また、2020年3月12日には、ユタジャズから2人目の陽性が確認された。このため、ユタジャズのすべての選手は10日間の自宅待機が行われる影響で、 練習ができなくなった。また、2020年2月29日に、ジャズと対戦していたウィザーズは、選手やコーチ、それに、チームスタッフに対し、検査をするように伝えた上で、3日間から4日間は、自宅待機することを求めた。2020年3月6日に、ジャズと対戦していたセルティクスは、マサチューセッツ州の保健当局と、すでに連携していて、今後は、 新型コロナウイルスの検査を受けることにしている。2020年3月9日にジャズと対戦していたラプターズはすべての選手が検査を完了させ14日間の自宅待機に入った。この中断期間は NBA はコロナウイルスのパンデミックに関して今後の方針を決めるとコメントを発表している。一方で NBA の各チームのオーナーは NBA コミッショナーのアダム・シルバーに30日後に今後の方針を決めるよう提言を行った。さらに2020年3月12日に NBA のコミッショナーであるアダム・シルバーはシーズンの中断については少なくとも30日間になるという認識をターナーネットワークテレビジョンのインサイド・ザ・ NBA に出演した際に述べた。その後2020年4月4日に 複数のアメリカメディアが2019の2020シーズンの NBA を中止に向けて選手会と調整に入ったことを伝えた。スポーツ専門局の ESPN のウィンドホースト記者はどうシーズンを再開させるかではなく中止となった場合に財務面がどうなるか話し合っていると現状を述べた。2020年4月17日 NBA はもし レギュラーシーズンとプレーオフが実施されない場合に、段階的に選手の年俸を減らすことで、選手会と合意。2020年5月15日に支給される、年俸からは25%も減らされることになり、もし、レギュラーシーズンが全て中止の場合は、選手全員、およそ8億ドル減らされることになる。テンプレート、2019から 20NBA 優勝。ありがとうございます。